はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第122回でございます。で、今回のテーマは、ハイチ流国語の解き方ということで、じゃん <laughs> 実写です、今回も。はい、ということで、えー、もうラジオじゃないんですけども、今回も実写でお送りしたいと思います。でですね、ちょっとしたチャレンジをする、まあ、新しい形の動画にはなるんですが、すごく普段からね、たくさんいろんな質問をいただいていて、 まツイキャスとか、まあ、一番ね直で返せるのはツイキャスかと思うんですけど、あと、この前試しでね、YouTube ライブで一回ゲリラでやりましたけど、あのー、今度からたまにね、YouTube ライブの方でこう生であのコメントやりとりして、そこで相談とかをねいただいたものをそのままその場で返そうかなっていうのもやろうと思ってるんですけど、あのー、ひとまず国語の質問がすごく多いんですね。まあ、他の科目もたくさんありますけど、で、 今回お送りするのは多分この冬休み、過去問をね、されている方もたくさんいらっしゃると思います。で、その時に国語がとっても苦手な方。で、その苦手な時に過去問をこういうふうにやったらいいよ。国語を解く時、こういうふうに意識してやるとちょっといいよっていうアドバイスをね、あのー、させてもらおうと思ってこの動画を今撮っております。なので、えっと、国語が得意な方とか、 いや、もうその国語の勉強法とか大丈夫っすって方は聞かない方がいいです。逆に変な知識が入ってるのも嫌なので、もう本当に苦手やなって思ってる方とか、あの、あ、ちょっと聞いてみようかなっていう方。で、特に俺は国語がもともとめちゃくちゃ苦手なんで、今でも得意ではないですけど、国語が苦手だった人間が <laughs>、こう、試行錯誤を重ねて、今のこの形をね、まあ一個見出してて、で、それを、あの、塾講師の時に、実際に子供にやらせ、ね、生徒にやらせてて、 結構うまくいってたんで、それで。苦手だった子が、例えば、長文で1問しか当たらなかった子が3問4問当たるようになったりとかも結構してたんで、それで。そう。だから、まあ、一つの、なんだろうな、案として、ぜひね、聞いてみてください。で、あと、今回、こう、問題文出すんですけど、あ、手元だけね、写す感じに行くけど、問題文出すんですよ。これ、かなりね、グレーゾーンなこと,ところを攻めてるので、あの、問題全部は見せれないです。はい。あの、かなり読めないとかもあると思うんですけど、 こういうふうに解いてねっていうのだけを見せたいだけなので、あの、え、問題も見えないんですけど、とかいうちょっとクレームはなしでお願いします。全部見せてしまうと、こっち側クレームを受けるので、今度。ね、あの、赤、アカウントをバンされても困るので、っていうかねよろしくお願いします。はい。で、今回は短めの長文なんです。これ、まあ、参考書を今ちょっと使ってるんですけど、まあ、上にね、ちょっと待って、見送ない。上にこうやって長文が実際あって、ね、バーってあるんですけど、で、下にこう問題があると。 で、実際こうやるじゃないですか。で、えっとですね、まあ大前提として、過去問とか問題集やるときって、問題集でも多分時間書いてあるんですよね。この長文何分でやってくださいみたいな。で、過去問も全部通して、例えば45分とか50分って書いてあると思うんですけど、この時期、まあこれは中学2年生、1年生もかかわらずですが、必ず時間は計るようにしてください。特に受験生は絶対です。で、えこれの過去問とか45分なんですよ。全部通してね。 45分でもしやるにあたったら、大問1で何分使っていいのか、で、大問2で何分使っていいのかっていうのを事前に計画を立てます。特に、えー、公立高校とか私立入試で作文が出てくるところもあると思います。これはみんなの地域によって違うと思うけど、作文のあり、有無がね、あるかないかっていうのはかなり時間配分気をつけなきゃいけないところなので、特に作文は多分10点以上の配点がつくからね。で、個人的には作文は先に書きます。 基本的に。でもそれも時間制限をきっちり決めて何分以内で書けるようにするっていう練習をしなきゃいけないんですけどで時間配分決めるじゃないですかでもしその公立入試の書問とか私立入試の書問もやるときに50分の試験って言われてたら45分もしくはちょっともうちょっといけるんだったら40分でやってください5分から10分マイナスで解くんです書問を練習するときはこれは本番のときは もう本当に極度の緊張感と今まで感じたことない雰囲気にのまれます気持ちがでいつも以上に時間がかかるんです問題解くのにそうだから必ず50分きっちりではなくて40分とか45分でやるとでこう問題ね角もやっていくとまあ40分で決めてたのにもう30分ぐらいで終わっちゃったとやべ早く終わったよっしゃ終わったではなくてあの残りの10分ね全部使わなくてもいいですけどでもきっちり粘る ね。一問でも多く取るために見直しをするとかっていうのもきっちりやってください。ね。本番に近づけて。で、時間は短くになりますけど、本番に近づけた緊張感でぜひね、やってみてください。じゃあ実際やっていきましょう。で、今回お伝えしたいのはほんと数点だけです。あのー、もう知ってるよっていう方も多々いらっしゃると思います。いらっしゃると思うんですが、えー、同じ質問をね、たくさん今いただいてるので、あえて話していくんですけど、<laughs> ごめんね。 で、例えば、国語。まあ、これ、長文がね、さっきも見たように上にあるわけですよ。こうやって。で、そんなに長い文章じゃないんですけど、これ。で、まず、長文出てきたとき何やるかって言ったら、長文、上から読み始めるんではなくって、下の問題を確認します。で、何を確認するかって、どんな問題があるのかなを確認するんです。で、今回はですね、ざっくりいきますよ。問い1っていうのは、この下線部1ですね。丸1って書いてある。で、本文にあるじゃん。それに、 え、筆者の考えとして当てはまらないものを一つ選ぶっていうタイプ。で、問い2は二重の四角があります。そこに当てはまる言葉、あるいは、しかも、だから要するにって。これよくあるね、当てはまるやつ。で、こういうパターン。で、言ってしまえば、この問い2っていうのは、その四角が出てきた時に解けばいいので、別に急ぐことがないんです。で、問い3、筆者は、大学とはどのようなところであるべきか、あるべきと考えていますか で、どのようなところに当て、当たる言葉として、最も適当なものを本文中から12で探す。で、そのうち初めの3字を書き抜きなさいと。で、この何文字で探すってやつは、ちょっとね、これはね、人によって分かれるんですけど、ちょっとシャーペン変えますね。間違えちゃった。これは、ちょっと待ってね。えー、っと、どこだ、どこだ。書き抜く問題。えー、っと、12時か。書き抜く問題に関しては、 同時並行でできる人と、後で取っときたい人ってね、分かれます。これちょっと後で話しますね。で、問い4。下線部にですね、丸二の線のところで、どのようなことを言ってるんですか適当なもの、合ってるものに一つ選びなさいと。で、問題がここからです。ちょっと見にくくなると思うんですけど、ちょっとね、回しましょうか。グイッとね、あんまり変わんなかったね。え、問い5ですね、ここです。これは、 筆者が持っている考えとして当てはまるものを一つ選びなさいです。で、これキーワードですね。筆者が持っているとか、筆者が言いたい考えとか。で、これちょっと後で話す。で、後ろに問い議論をしていてわからないことがあるとは、いくつの単語で構成されているか。これ単語を数える問題。で、後ろは、もちろんと同じ品詞。なので、単語とか文節の量、 これは瀕死ですね。は本文関係ないんだよね、全く。だから、問い6と問い7に関しては、もう本文関係ないから、後でやろうぐらいでいいんです、全然。もう気にしなくていい、集中力をそこに、ね、持っていかなくていいんです。問い5まで全部終わった状態で、後でやろうってしておいてください。ってことは、今回この本文を読んで倒さなきゃいけないのは、この問い1から問い5なんだよね。で、 普通だったら、問1問題なんかなって読んでって、問丸一丸1か、オッケーオッケー、答え探そうってやっていくんですけど、さっき言ったようにこれです。筆者が持っている考え、もしくは、本文の内容に合っているものってやつです。これにね、筆者の考えとか、本文に合ってるもの。これ何がキーワードかっていうと、全部の文章の中から答えを探さなきゃいけないんです、これ。で、たいこのね、丸1みたいなやつ。 っていうのは、この線が引いてある近くに答えがあるじゃないですか。まあ、大体その後ろにあるよとか言われますけど、もちろん前の時もありますけどね。だから、本文読んでて、この近くに来たら答え探せばいいやでいいんですよ。この2も同じです。2の線が引いてるやつもね。でも、これは筆者が持ってる考え、もちろんともしくは本文に当てはまる内容ですね。合ってる内容。なので、本文のどこに書いてあるかがわからない。 で、基本的には散りばめられてるから、どっかにあるか。こうね、なってるので、どうするかっていうと、俺の場合は問題を確認します、最初に。ね、さっきまで確認するんですけど、これがあるかをチェックするの。筆者が持っている考え、もしくはその本部に合っている。つまり、文全部を読まないと答えられない問題が入ってるかなって。で、基本的には一番後ろにあります。今回はね、文法が入ってるんで、これ後ろになってないんですけど、文法がなければ大体問いの一番最後です、それが。 で、それがあったら、いいですか今回合ってるものを探すので、当然、あいうえのこの順番、見えないね。ごめんね。あいうえの順番で探していくんですけど、この文章の順番で出てきます。あが先に出てくる。内容として。だから、問一もね、最初にこう文章を読んでいくんですよ。で、全部ちょっと音読で軽く読みますけど、この文章。 最近の若者たちは言われたことはきちんとこなすが自分からは何をしていいのか十分な状況判断ができないみたいな感じで始まっていくんですねで2行目のところにごめんねマニュアル族指示待ち族だなどと悪口を言われることがありますでその後ろに1こうか学生たちを見ていても点与えられた課題については真面目に勉強するのですが自分から問題を立ててそれを解くということはあまり得意ではないようですと書いてある で、これが出てきたので、その答えをまあ探していくじゃないですか。で、そのま、とね、まず問い集中してやってもらって解いてもらって構わないんです。で、解き終わったら、さっきの問い後のあ、あの筆者が持っている考えのやつね、あが、試験やレポートの時には、ノートの内容を書き写すのではなく、アメリカの大学生のように、落第などを気にすることなく、創造性のある答えや考えを書いた方がいいと書いてある。 で、今、ノートに書き写すとか、アメリカの大学生の話とかで出てきてないんですよね。ここまでの段階で。もしかしたら、この丸1の答えを探すために、後ろを読むからさ、自分がね、みんなが解く、解いた時に、読んだ範囲に入ってればいいんですけど、入ってなければまだ出てきてないのでいいんです。でも、入ってきてた場合は、そこでチェックしてください。そのことが書いてあるかどうか。で、そこで不安だったら、この、例えばね、本文、 何行目ってあるじゃないですか。書いてあるな。でもちょっと今これが合ってるかどうか分かんない。不安だなって思ったら、問い後のあの上に、例えば8行目に書いてあったら、自分で L8 とかって書いておくんです。L っても8行目ってことなんですけど。で、書くだけでも、全部終わった後に、あれ、この朝どっかに書いてあったんだけど、どこだっけって探す時間がもなくなるよね。8行目って書いておけば。これ絶対やってください。で、基本的にこれが8行目。 で、次例えばこれね、問題やってて、これが13行目、17行目とかなると思う。そういう感じで。あ、こね出てなかった。1二行目、十3行目とか、見えない見えない見えない。ないない <laughs> ちょっと回すね。ごめんな。<laughs> これ慣れてなくて申し訳ない。で、13行目で、これが17行目とか。まあ、ね、どこで出てくるかわからないですけど、それをメモっていくと。で、このタイプの問題って、これが8行目で、ここが20行目で、次が戻って13行目ってことがあんまりないです。 基本的にはこの文章の流れのまんまで順番出てくる。だから問題を解きながら、あが出てきて、ね、あがもうチェック終わったから、次はいが書いてあったかなみたいな。で、ないな、じゃあ次やっていこうみたいな。で、書いてあったらいをめ、チェックして、で、次う書いてあったかなってチェックしていく。それだけでも、これってすごい時間かかるのね。まとめ問題っていうのは。読み直してしまうから。で、その読み直しの時間を省くためにも、 あと、ね、こう自分が1回目で読んだ時の直感でちゃんとここじゃねえかってメモってるんで、そこをもう1回掘り下げるだけでも正答率が上がります。これは絶対やった方がいいです。このまとめ問題がある時ね、結構あるからね、まとめ問題は。で、もう1個です。今回お伝えしたいのが、で、あ、そうそう。でね、さっき言ったその12時ってやつ、これこれ。まあ22時とかいっぱい何時ってあると思いますけど、その抜き出す問題、書き抜く問題ね。でその時は、 これね、自分はね、えっ、ー、と、やるときやらいときちょっと分けてしまうので一概に言えないんですけど、さっきのこれはやってね、まとめ問題は一緒にやった方がいいんですけど、これに関しては、12文字探すのっていうのは結構大変だったりします。22文字とかもそうですけど。で、これの質問を先に読んでしょ。今回は、大学とはどのようなところであるべきだと考えてますかっていう。だから大学がこういう、えー、と,ところであるべきっていう、こういうところっていうのを読んでるときに、あれ これって問い3の、これ問い3なんだけど、これの答えにちょっと当てはまりそうじゃねって。で、数えるの後にしたかったら、ちょこえっ、ー、と、本文の、あ、これちょっとぽいなーみたいな。思ったら、この辺にぐるぐるーって書いて、3とかって書いてるの。3番の答えで使えるかも、みたいな。ちょっと見えないと思うんですけど。書き方な何でもいいんですけどね。例えばこれだね。ぐるぐるって書いて3、こっからだよ、みたいな。で、それが何個あってもいいと思うんですよね。でも、 そうやってチェックしておけば、あとでこれもちょっとまとめ問題に近いので、今回は。例えば、えー、河線部に線が引いてあって、その近くで何文字とかだったら、まだその近くにあることが多いんで探しやすいんですけど、今回みたいに、えっ、ー、と、全体ちょっと読まなきゃいけない可能性がある。線が引いてないんでね。時とかは、えー、一緒にやってしまった方が時間は削れるかもしれないです。そう。で、そ今回言いたかったのは、このまとめ問題の対応の仕方だともう一個なんですけど、 えー、例えばですね、どこがいいかな。問い4。まあ、当てはまる方の方が使いやすいんで、こっち行こうか。問い4ですね。これ、まあ、下線部2が引いてあって、ちょっと上か。で、これはどのようなことを言ってるのですかあから絵の中から最も適当なものを一つ選び、記号を書きなさいと。で、これに関してはですね、ちょっと今回、ノートを置く幅がもあれだったんで、ちょっと、えと、裏紙とか、メモ紙使ってるんですけど、みんなノート使ってね、普通に。で、過去も解くじゃないですか。 で、おそらくノートにやる方の方が多いと思うんで、まあ、問1、まあ、問1やって、自分でやりましたと。で、じゃあ、意、e、にしました、みたいな。で、問2が、えっ、ー、と、じゃ絵、e、にしようか、みたいな。で、問3がなんだっけ、3文字のやつ。これちょっと分かんないから、まあ、点々でなんか書きましたと。で、こうやってやっていくでしょ。で、問4なんですけど、これね、ちょっと待って、こう、こう、こう回してからの、見えるかな俺の手が邪魔になるかな。これね、書くときに、 問題始める前でもいいし、やってる途中でもいいんですけど、自分のノートに、あ、い、う、えって、ぜひ書いてください。このあいうえね。せーの、あいうえのやつ。で、なんでかっていうと、これ2つ理由があります。これは、今回勉強不足、えっと勉強、勉強不足症候群だね。のことなんですけど、あについて書いてある場所、いについて書いてある場所っていうのが、きっと本文読んでれば出てくるでしょ でそれをね1回でもう赤が見た瞬間に「ああこれオッケー違う違う」とか「いああオッケー、OK、合ってる合ってる」とか分かればいいんですけどそれは国語が得意なこの世界なので自分とかも「えこれどっちだろう怪しいけど、まあ、ちょっと次読んでみよう」とか「あでもこれ絶対違うな」とか「あもこれまたちょっと合ってるっぽいけど、うん、どれかあでも赤かなああもっと読み直して」とかやってしまうのでその時に地味に「あってどこに書いてあったっけ?」とか「え絵をやった後にね はどこだっけとか、いはどこだっけって地味に探す時間取られるんですねで。やっぱ時間がもったいないので、さっきと同じです。問題解いてる時にあの場所が分かったら何行目って書いておくといいです。で、これに関してはここじゃなくても本文のここ、例えばえー、っと丸二に関しては皆さんなちょっと見に行くいのでここにね勉強不足症候文書いてあるんですけど。 じゃあ、あについて、あ、ここ、あ、あのこと書いてあるじゃんって言たら、こうピーってやって、ごめん、書けない、見えないね。ピーってやって、あ、のこと書いてあるで、みたいな。わかんないメモっておく。別に自分が解くためのノート、あと、問題なんだから、汚くなっても構わないからね。ただ自分があとで見た時に、ここなんて書いてあるのだと困るけど、っていうメモとかをしていく。そう。もちろんこっちのね、えっ、ー、と、解答というか、解く時のここに書いてもいいですけど、どっちでも構わないです。でも、このあいうえって書くのは、一番の目的はそこではなくて、 これね、えっと、よくやりがちなんですけど、今回、この勉強不足、これ一緒に、不足症候群の合ってるものを探すじゃないですか、ね。当然合ってるものを探さなきゃなんで、正解を探したくなるんですね。まあ当然だよね。でも、そうじゃなくて、合ってるものを探すときって、間違ってるやつを探してください。つまり、え、これ答えじゃないっしょっていうのを先に探すんです。で、これは、 4択。I、U、A とか abcd。4択だったら2択削りますます。これ2択。2個は絶対削る。いいで、ちょっとごめん、ガチでは解かないですけど、ってことで説問見てって、あ、あはちょっと、なあ、ぽいけどどっちだろうな、みたいな感じになったらそれはスルーでいいです。で、e 読んだら、あ、これ e 絶対違うじゃん。e 絶対違うからバーツみたいな。で、う読んだ時に、あ、絶対当たってると思うんだけど、って思ってもちょっと待って。 三かぐらいにしといて。三かぐらいに。丸じゃなくてまだ。で、絵を読んだら、絵が、あ、絵も絶対ちゃうなって言って、絵を×にします。で、これが、すっきり二つ×がつけられなくても、意地でもつけてください。絶対二択に落とす。いいで、これは五択。あいうえおになってても、ごめん、見えてないね。あいうえおになってても、三つ削ります。つまり二択まで持っていく。いいね。 こ,うあってこれ3つ絶対ちゃったなってな。そしたら、まあ、さっきの場合はね、あとう。これもううは合ってるんじゃねって思っちゃったから、うでもいいんですけど、残った2択で吟味します。で、吟味するときっていうのは、例えばこれね、問い4、あのやつが、難しい問題に対したとき、勉強不足、知識不足を言い訳にして、初めから考えようとしないことって書いてある。このあのところがね。で、よく使われる手が、 難しい問題に対した時っていう話をしてるの勉強不足って書いてある知識不足って書いてあるそれ言い訳にするってあるで、初めから考えようとしないって書いてあるっていうふうに、部分で分けます。パーツによって。でよくやられるのが、難しい問題に対した時書いてあります。勉強不足書いてあります。初めから考えようとしない書いてあります。でも、知識不足って書いてないよねみたいな。ちょっと見にくてごめんな。ちこうかった。こういう感じ。 ここの部分は書いてありました。で、これも書いてありました。で、一番下のこれも書いてあった。でも、ここだけ書いてない。で、これは、サクって読んでしまうと、3つも書いてあることがあるから、あ、これ本文にあったじゃんって思ってしまうんです。でも、国語っていうのは、全部書いてなければ、丸になりません。いいさっきもやったように、4択から2択削る、削る理由は、2つはね、結構ね、明らかに違うのが出てくるん。国語って大体。 で、二択にしたときに、片方だけこういう、一個だけパーツないですよね、みたいな。ことになるから、しっかり書いてあるかを吟味するんです。一気に読んでじゃなくて、パーツに分けて。これ書いてあるかなこれ書いてあるかなっていう感じでね。で、やると、正答率が上がります。で、これをやるメリットとしては、今やって、じゃあ、例えばね、えっ、ー、と、うを選びました。こうやってやったときに。そしたら、答えがあだったとします。そしたら、二択に削るとこまでは合ってるんだよ、自分で。 で、ここの吟味が違うんで、え、じゃあ、うの何がいけなかったのかなで、あは自分が違うって思ったけど、何が、あと、なんで自分が違うって思ってしまったのかなっていうのを回答を見て確認するんです。特に大事なのは、合ってるって思ってたのに、どっかのパーツがバツだったんだよね、きっとね。その書いてあるやつの。そこを何を見過ご,、えっと、見過ごしたのか。自分がチェックするべきです。で、もし、いとえを、 が正解だった場合はもうその時点でずれてしまってるのでもっと時間をかけて回答をじっくり読みます国語ってねものすごいやり,直しをされやり直しをしない子が多い科目です解くのが疲れるやりきった感が出る合ってるか違ってるかも記号とかだから合ってる間違ってるってやってしまうんですけどいいですかなのでそうやってやるといいですでそうやってやっていくと例えばねこうやって吟味して時間をかけて解いてるので「こっち」とかやって「こっち」ってやるでしょで「あこれ」 合ってたけど、ちょっと勘だったんだよなって思うの自分では分かると思うんだよ。で、そうなってた場合は勘だったんだから、合ってたとしても絶対チェックした方がいい。いい解答を。だから、よく俺、俺問題集とか参考書詳しくないんですけど、国語が苦手な人、ね、長文とかがあんま好きじゃない人は、国語のもしね、書店とか本屋さん行った時にどんな参考書を選べばいいかっていうと、解答を見て詳しく書いてあるやつがいい。 もしくは、回答を見て、自分が回答これ読みたいな、ちゃんと読むなって思う。モチベーション上がるものを見るといいです。そう。だから回答よく見てねっていう話をするんですけど、ここに関しては。苦手な子はね。っていうのを、ぜひやってみてください。で、こんなね、二つ削って、吟味してって、時間かかるじゃんって思うかもしれないんですけど、これが遠回りに見えて、時間が減ります。で、さっきも言ったように、この、筆者が思ってる考えとか、 ね、あの本部に合ってるものっていうまとめ問題を一緒にやることによって時間は削れるからいいですかあの何文字で抜き出す問題よりも選択問題を当てる方が楽です絶対にこうやってだから選択問題をまずしっかり当てれるようにするでそれはさっきも言ったように過去問とか解いた時に見直しじゃねえやえっ、ー、と確認ね答え合わせの後の確認をちゃんとするかどうかでその後に伸びるかどうかが変わってくるのでそこまでセットで勉強してもらってそして これ,これがね、参考になるかわからないですけど、えっ、ー、と、みんなの、まあ、国語も含め、学点、学力というか点数が上がって、志望校にね、少しでも近づいて、そして志望校に受かったよっていうのをね、あの、少しでも多く聞けるのを楽しみにしておりますので、もしよかったらね、参考にしてみてください。ではね、ちょっと初めての形で <laughs>、非常に緊張してしまったんですけど、あの、少しでもね、参考になったら嬉しいです、本当にね。 では、23分以上喋ってしまいましたが、ここまでお付き合いいただき、本当にありがとうございました。で、えっとね、今週の日曜日27日が、今年最後なんだよね、ダラダラジオ。そう。なので、えっと、そこのダラダラジオは、えー、今年の、まあ、お礼ですね、1年のまとめということで、喋っていこうと思っております。で、新年、1月明けたらですね、一月二日ですね、3日が日曜なんですけど、1月1日に、 えっと、新年の挨拶の動画を上げます。で、それを多分、えっと、1週目のダラダラジオ代わりにすると思っています。予定なんですけど。なので、まあ、そんな風に思っておいてください。で、途中というか、最初かなにも話しましたけど、YouTube ライブの方で、えっと、まあ、顔出しで普通に喋るだけなのか、それとも、まあ、何か違うことをやるのか、まだ分かんないんですけど、いつもツイキャスやってね、あの、勉強の相談とかも載ってたりするんですけど、そういうのも YouTube ライブの方でもやろうかなと思ってますので、 あのー、基本的にはツイッターでえっと発信します。何日の何時に YouTube ライブでやりますとかっていうのを言おうと思ってるので、もしちょっと興味がある方がいらっしゃれば、あのツイッターの方をね、チェックしてもらえたらと思っておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。おそらくひらがなで「はい、1」って調べれば出てきますので、よろしくお願いします。では、本当にね、長くなってしまいましたが、ここまでお付き合いいただき本当にありがとうございました。では、<laughs> ちょっとね、これ出して締めようか。よいしょ。 はい。という子ね、この内容でお送りしました。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。